新しく猫おすすめ野党 MVP 質問という企画が始まりました。これは毎日北海をウォッチされている猫好きさんにその日の MVP を決めて、その動画を皆さんにご覧いただく企画です。さてさて、5月10日気になった質疑は財務で熊谷さんが日銀子会社発言最初に聞いてくれてましたよ。参議院国交で立憲八路さんと共産武田さん、知床観光船問題、衆議院東日本大震災特別は高橋さんが国際研究教育機構は教育をという地元の声聞けてないんじゃないかと追及、参議院法務は山添さん、裁判の期間短縮は問題があると追及で、鈴木宝さんも同じ方向で質疑、衆議院内閣厚生労働の合同審査会、立憲山井さんは AV 取り消し権問題、鈴木吉田さんは出産育児一時金が少なすぎと指摘、それと共同親権は子ども優先でと追及、共産党は宮本さん、保育士問題配置基準など内閣厚生労働の合同令和の大石さん、4月27日に出た文部科学省通達はインクルーシブ教育の妨げになると追及、時事問題なら知床かな、日銀子会社発言は民民大塚さんも最後の方で安倍発言に触れていたので熊谷さんと合わせて編集しても面白いかも、山添さんは問題も分かりやすく編集しやすそう、 AV 取り消し権問題も山井さん頑張っているので応援したいし、問題てんこ盛り、みんな頑張ってて MVP は選べないなというの本日の感想です。日銀の今この60年の償還の、国債というのはあるんでしょうか。安倍元総理の発言ですが、去年の選挙期間中にも、その都度投入をしていて結局は 1.7 兆円、になってしまった。立憲民主社民の熊谷裕人でございます。昨日一つ大きなニュースが入ってきました。昨日安倍晋三元総理がですね、地元の講演で、日銀は政府の子会社だというような発言をされた。そして日銀の引き受けている国債については60年の満期で買い替えればいいんだと、子会社だからというような発言をされたというふうに報道でされておりますが、その報道を聞きまして本当に曲がりなりにも日本の国の舵取りを2度も率いた元総理の発言なのかと私はちょっと驚いたところなんですが、その発言を受けてですね、日銀さんはこの安倍元総理の政府の子会社だという発言についての認識と、それから国債を引き受けている60年経ったら満期で借り換えればいいというこの60年償還ルールをちょっと間違えて解釈をしているのかなと私は思うんですが。日本銀行理事内田真一参考人。安倍元総理のご発言に関する報道につきまして具体的にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。あくまで一般論として申し上げますが、日本銀行は政府から過半の出資を受けておりますが出資者には議決権を付与されておりません。政策委員会が意思決定を行う仕組みとなっているというふうに考えております。また日本銀行法におきまして金融政策及び業務の運営におきまして日本銀行による実施性が認められているというふうに考えております。それから国債に関する点ですがこちらも一般論として申し上げますが、現在私ども日本銀行が保有する国債が償還期を迎えた場合にはその大半について現金での償還を受けております。その上で財政法上の国会の議決を経た上でということですが財務省から借り換えのための国債引き受けの要請を受けた場合にはその都度金融調節上の支障がないことを確認した上で1年ものの割引国債による乗り換えを行っております。かねて申し上げております通り日本銀行による国債の買い入れは 2% の物価安定の目標を安定的に実現するという金融政策上の目的で実施しているものでございまして経済物価情勢を踏まえた金融政策運営上の必要性に応じて政策委員会において判断していくことになるというふうに考えております。日銀は政府の子会社ではないと私も日銀法をきちんと読んでですねそういうふうに認識をしておりますが、日銀の今この60年の償還の国債というのはあるんでしょうか。私ども引き受けというのは乗り換え引き受けというケースしかございませんが
そのケースでは1年ものの割引期間帰国債で引き受けを行っております。財務大臣、この安倍元総理の60年償還というところの解釈は間違えているんではないでしょうか。今日銀の方で答弁がありました、借り換えの場合ほとんど1年ものの国債だということになっていますので、60年満期の国債を60年経ったら借り換えればいいということではなくて、毎年償還のために、この基金を使ってですね、借り換えていきながら償還をしていって、60年経ったら償還できるというのが60年ルールと私は認識をしているんですが、この安倍元総理の報道がそのままであれば、この60年経ったら借り換えればいいという認識は間違いだと思いますが。鈴木国務大臣。私も安倍元総理の発言を直接聞いたわけでもございませんし、詳細承知しておりませんので、一般論としてお答えするしかないわけでありますけれども、日銀が保有する国債、これは日銀が物価安定目標の実現に向けて金融政策の一環として国債を購入しているものでありまして、その国債保有残高は時々の金融政策により大きく変動しうるものであります。で、政府といたしましては今後も永続的に日銀が国債を買い入れるとの前提で、日銀保有国債は借り換えればよいとの考え方は取っておらず、また市場からそのような疑いを持たれ、市場の信任を失うような事態を招くことがないようにしていく必要がある。今財務大臣ご答弁いただいたようにですね、私は安倍元総理が間違った認識の下で間違った発言をしてしまったのではないのかなというふうに思っておりますが、やはり2回も日本の国を舵取り役総理大臣を経験をされた元総理でございます。マーケットに与える影響というのは大変私は大きいのではないのかなというふうに思っておりまして、岸田政権として元総理に訂正を求めたり抗議をするというお考えはありますか。どういう文脈でその部分の発言があったか、ちょっとよくわからないわけでございますので、私も報道でしか知りませんので前後の文脈わかりませんが、しっかりとこのどのような文脈の中で元総理が発言をされたのか精査をしていただいて、もし認識が間違っていたり政府の考え方と違うということであれば、その辺は政府としてしっかりとご対応いただきたいと思います。これはお願いをさせていただきたいと思います。今大変円安ですとかいろんなことでマーケットも混乱しておりますので、より一層混乱を深めるようなことがあってはならないというふうに思っておりますので、その辺のご対応をお願いをしたいと思います。今度の経済対策で補正予算も使ってですが、原油の元売りへの補助金の額が今度の補正予算で約 1.7 兆円規模になるのではないのかなというふうに言われておりますし、私もそういう認識でおるんですが、この 1.7 兆円規模に膨らむということになると、私どもが求めておりましたトリガー条項の解除に年間 1.6 兆円という予算が必要だというふうにずっと言っておりましたが、それを上回ることになる、1年経たないうちに付け焼き場的にその都度投入をしていて、結局は 1.7 兆円になってしまったということになりますが、この9月以降もこの 1.7 兆円以上の投入というものがあるのかなと考えてしまったりするんですが、収まらなければその9月以降も 1.7 兆円以上また積み上げていくというお考えで。とりわけ原油価格に関しましては非常に大きな経済活動への影響がありますので、今後もしっかりと支援をできるように取り組んでいきたいと考えております。国民民主党新緑風会の大塚耕平でございます。先ほど熊谷委員から紹介のあった安倍元総理の発言ですが、去年の選挙期間中にも安倍元総理はあちこちでお話をされておられたようで、皆さんと1万円札は原価いくらで作られていると思ってますかと、10円ですよみたいな話をですねあちこちでされて、だからどんどんすればいいんですということをお話になってたようでありますが、
まあ、やっぱり元総理としてそういうことをおっしゃるべきではないんですが、そう言われても仕方のないような中央銀行の姿を作ってしまった黒田総裁の責任は極めて重いということを OB としては言わざるを得ません。そしてですね、安倍さんはもう一つお気づきいただきたいんですが、一国の元総理がそこまでの発言をすればマーケットは相当反応しなければならないんですが、発言には一切反応してません。まあ、そのことにも安倍さんご自身がどういうお気持ちを持たれるかというのは分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもですね、中央銀行と政府の関係がここまでの状態になっているということに目をつぶったり、この現状を直視しないとですね、結局我が国の産業や経済がジャパンズナンバーワンと言われたボーゲルさんの本が出てから40年後に今こういう状態になっているというこのプロセスをですね、今度は金融政策と政府と日銀の関係を原因として再現というか、また新たなミゼラブルな展開を呼ぶことになるということを国会議員の一人として大いに懸念をいたしておりますので、そのことをお伝えしまして質問にさせていただきます。